さあでは行きましょう。マリオゴルフ GB でございます。ちょっと一回クラブハウス行ってみようか。あ、いいやん。クラブ買ったりとかできひんのかな、そもそも。なんか来た。キャラデータ、スターゲット、メッセージ早いにしようか。スターゲット、なんやこれ。パッティング勝負、ショットレッスン、スターみたいなの取れるってことなんや。トロフィーみたいなものかな。キャラデータ、はい。水やバンカーのハザードがこのコースに多いから、それを避けるのが大変さ。ハザードは障害のことで、水に入れば一打罰なの。バンカーは砂のくぼ地でね、砂の上のボールを打つのはすごく難しい技術よ。これちょっと見てください、ほら、縦だけじゃなく斜めもいける。どうでもいいけど、ほらほら、このクラブのメンバーの方はこちらのカウンターでサインし、キャディーマスター室に行く。するとキャディーマスターコースのスタートの時間を決めてくれるんだよ。ここはビジターのカウンターや。はーい、斜めに行く。めっちゃ遅い、なんか遅く感じる。みんなスタートの前はゴルフのことだけ考え、頭の中がいっぱいだ。ほんまにゴルフ好きな人が作ったんやろな、これ。ドライバーショットの飛距離をあと20ヤード伸ばしたいんだ。そしたら楽になるだろうな。すげえわかるわ、すげえわかるわ。1打目のドライバーショットや2打目のアイアンショットより3打目のアプローチショットよ。2打目でグリーンを外したときどうやってアプローチを寄せるか、それでスコアが変わるものよ。本格的やな。この入り口前のホールにはスタート前のプレイヤーがたくさんいるでしょ。プレイを終えた皆さん、奥のラウンジで休みながらプレイの反省をしています。そういえばさ、マリオさ、トロフィールームあるわ。マリオさ、飛距離あいつ270とかなってたじゃないですか。さすがに勝てる気しないっすね。精度が高かったら。それでラウンジいるね。60ヤード以下の短いショットはアプローチショットといって、スコアを縮める決め手だわ。数字の少ないクラブほど難しいと分かってたのに、どうして無理したのかな。そうやね、そうやね。向かい風のショットの場合、大きめのクラブを使わないとショートしやすいんだ。逆に追い風ならば小さめのクラブを使うこと。分かってたのにな。このラウンジの奥にはクラちゃんの方々が今日もお集まりだわ。僕もクラちゃんになってあそこでお茶を飲みたいな。え、それぞれのクラブチャンプよ、知っておいた方がいいわ。右の小さな青年はリンクスのチャンプ、ジーン、最強のクラブチャンプさ。うん。その左のマッチョマンはデューンのチャンプ、ティニー、2番目に強いチャンプだわ。うん。その隣の女の子はパームのチャンプ、グレース、その次に強いチャンプだよ。あいつおるやん、ほれ。パッツおるやん、ほれ。4番目のチャンピオン。わかった。クラちゃんを目指すつもりならライバルになる人たちだから、今のことを忘れないでね。ありがとう。でももう勝ったしな。僕はパッツ、マリオンクラブのクラブチャンピオンさ。忘れてるやん。マッチプレイでは君には勝てないが、クラちゃんは渡さない。マッチプレイに自信があれば、パームクラブチャンプのグレースと戦ってみろよ。こいつ？マッチプレイでパッツを破った人ね。はい。もう話、やっぱちゃんと言ってんねや。マリオのクラブチャンプを倒すなんてやるわね。私がマッチプレイの相手になりましょうか。はい。ユウシのゴルフセンスをじっくり見せてもらうわ。え？ちょっと待って待って。いやいや。ちょっと待って、いやいや、キングオブキングス、マッチプレイ、一回やめる、一回やめる、まだやって、今度はまだ、まだ、次回お願いします。ちょっと待ってください、怖い怖い。なんか練習して経験値貯めたりとかそういうのしたいし、こっちは志村やねんから。ちょっと、筋力がないから、もう少し飛ぶようにしたいな。向かい風は低い球、追い風は高い球、そうなんだよ。1打目ティーショットであるとドライバーを使うのやめよう。みんなちゃんとゴルフちゃんとしてんね。トイレか、これは。ロッカールーム。プレイヤーレベルが上がったらまず飛距離を伸ばすんだよ。限りなくぶっ飛ばすのゴルフの醍醐味ってやつさ。やっぱそうやね。ミートエリアが広いとミスショットが出にくいよ。バランスよく成長しろよ。飛距離も大事だけどコントロールも重要だぞ。うわ、人それぞれや。入れる普通に。ゴルフ名人のマリオさんは私の憧れの人だわ。なんて、いつか一緒にラウンドするのが私の夢なの。関係ないやん。入ってるけど、中は空っぽ。のこのこの甲羅がある。マリオゴルフ64がある。なぜか釣り竿がある。よく見るとジュゲムと書いてあった。ワンワンがいる。すっごい開けるやん。ベビーマリオのおむつがある。ちょっとかぐわしい。
パックフラワーの花束があるちょっと怖い。キノピオさんがいると思ったらただのキノコだった。ドンキコンがいると思ったらゴリラの着ぐるみだった。ゴム兵のおもちゃが、いやめちゃくちゃ仕掛けしとくやん。ちょろった時にはないちょっとなんてね、すごい仕掛けある、すごいこだわりを感じる。ひんやりしている、わかるわ。ちょっとゴルフ場のロッカールームってひんやりしてんのよね、なんかわかる。あれなんなんやろ、支配人室。私に会いたいときはキャリーマス、あ、ま、キャリーマスター室を訪ねてきてください。練習励みなさい。ゴルフの真の面白さとその奥深さを知ったら一人前のゴルファーだ。クラブ選手権で上位に入賞しろ。そしたら他のクラブの選手権にも出場できるぞ。 OK。 練習モードみたいなのないのか。君がゴルフの名手として名を広めることができたら素晴らしいことが待っている。そのためにはまずここで最強のゴルファークラブチャンピオンになれ。まずはクラブ選手権に出る感じですかね。そこでクラちゃんを取ると、クラちゃんにマッチプレイで勝ってもあまり意味はなく、そのマッチプレイをやらないといけ、あ、マッチプレイじゃない、クラちゃんにならないといけないっぽい。おーおお、何これ、え、おお、ちびっこゴルフ広場。まともなことでボールを散らかしたのは、あー首、ボールの片付けを手伝ってくれないかしら。首、これインドの振り方、これ、え、どうやってやればいい。はい、この散らかってるボールをそこにあるグリーンのサークルにクラブで打ってもらいたい。ほう、グリーンのサークルって何。あ、グリーンに乗せろってこと。うまっ、うまっ。うまいやん。どうだい。10秒しかないんすよ。どうだい。ダメ。あかん。これで OK な。もうむずいなこれ。うまい。ちょっとオーバー。あとパターで、あとパターで寄せる。待って、残り1秒しかない。あー遅いわね。いや、きついな、時間なさすぎる。これ慎重に、ここでパターを慎重にやれば大丈夫。よいしょ。弱っ。あかん、強い。30モードになってた。30モードになってたんやって。ラフやからすっごいこの難しいっす、ラフが。あかん、下手。パターが1秒は無理やって。1秒でパターはさ、よし、6秒あればパターはできる。オッケー。すぐ来るんすよマジで。これショートする絶対に。50、80しかないから、50、80喜んでになってから。よし、なんとかいった。よいしょ。ちょっとショートかな。くそ、
打ち始めないともう時計が進んでしまうのか。これもショートするよ。いや無理やんこれ。うわきつ。また散らかされるかも。その時はよろしくね。経験値とかくれへんの？こんだけやってなんかあんのかもしれんけどね。ベタピンなんてわけないよね。そんなあなたの挑戦求むと書いてある。風吹き谷スペシャルホール。え？こっからショット…あ、なんかおるわ。ここからショットをしてターゲットに入れたらお前を認めてやろう。ターゲットに入れるとは。え？エースってこと？ホールインワンしろってことか。行ったんじゃない？あのエリアにってことかな。何回かやったらいけんぞ。風の計算間違っただけやから。どうよ。9メーターも横風あんねんで。アホ、諦めてたまるかよ。大体の感覚は掴んできてんねん。いやジャストじゃないと厳しい。届かへんな。ずっと横風なんすかね。9メーターいった。うわー惜しい。いやちょっとオーバーしてるな。めっちゃむずいこれ。そんなピンポイント無理やって。9メーター。あーこれは全然だ。なんかもらえんのかな。スターがもらえるだけなんちゃうのこれ。インパクト緩んだ。めちゃくちゃむずいっすよこれ。いった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 。オッケー。え、うわー惜しい惜しい。もうええやんけ。風のある、まあ、精度の問題もあるんですよね多分ショット自体のね。こいつ自身のですよ。うわー、こうなると強いんですよ。ジャストショット出ちゃうと強いんですよね。マジでエースやってやん今。適度なところっていうのがないのよな。オーバーするな。もうほんまに叩き込むしかない感じかな。棒に当たってまっすぐ上に上がれば、まあ、もしくはミスショットが起こればちょうどっていうね。ちょっと今そういう状態ですけど。こっちはダメなのよな。インパクト緩み系は多分届かない。惜しいっすけどね。まっすぐ行ってたらギリ行ったか。まあまあまあ、あと10回ぐらいでなんとかなりそうな気がします。風が7であれば。風が8になった。こっちの方がいいかもしれん。これが一番距離的にはジャストになる。
いや、ちょっと届いてない。まあ、風が強くなった分って感じですかね。多分ドローで飛んでるから、ちょっとやっぱロスするんですよね、距離的に。ちょっと右かな、これでも。風が強いぜ。この辺悪くない。弱い。しかも風が、まあもうちょっとインパクトフルで入ってたらまあ大丈夫なんでしょうけど、風9。よし、これ以上はない。いや、これ無理やって、マジでオーバーしちゃう、オーバーしちゃうのよ。おら、これでどうや。距離的にはドンピシャまで来た。5番アイアンの、パワーショット。ただ風の影響をめちゃくちゃ受けるから、高いから。おっしょ、それも計算に入れて打っていく。7メーターになったらいけっかもしれんけど、距離が足りないですね。めっちゃむずい。どうしたらいいねんこれ。自分のパワーとのその兼ね合いが合ってないんですよね。これもちょっと止まってないしな。わかった、じゃあ逆にちょい強のクラブ持って、で、このメモリ外しパターンで狙ってみるか。左一メモリ外す感じで、ジャストにならないようにちょっと試してみましょうかね。こっちのジャストも来る。その方がまあ可能性はあるっすよね。ほら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 、距離完璧や。可能性としてはこっちの方が増える。で、曲がりも減るから、曲がりも実は減るんですよ。なんでこれぐらいでいいってことです。9でも抑えて、よし、ええとこ飛ぶんちゃう。きたー、よし、やっときた。どうや、やるじゃねえか若いの。お前さんの技術には全く感心したぜ。経験値40獲得、やったー、レベルアップ。よっしゃ、ミートエリアコントロール上げる、上げようか。ヤッフー、お前さんはその調子で技術を磨くんだぜ。フリフリ、ありがとうございます。あの、片付けもちゃんと全部手伝ったらいけたのかな。森の中に小屋が見える。あそこは何だろう。多分経験値もらえたんでしょうね。この先、デューンクラブと書いてある。スターゲットしたんかな。スターゲットした。風吹き谷スペシャルホール1。ちびっこゴルフ広場あるな。デューンクラブ、キャディーマスター室前。デューンクラブはコースのレイアウトがとてもタフなんだ。スコアをまとめたような練習ラウンドをしてコースを知らなきゃダメさ。いや、クラブ選手権こっから出れるのか。もういけると思いますけどね。ロングホールで2オンするのが昔からの夢なんだけど、やっぱり私には無理かしら。クラちゃんのティニーさんほど飛べばイーグルチャンスにつけることもできるのにな。ティニーのパワーを見たらクラちゃんを奪うなんてとてもできないと思うよ。ティニーさんの体を見て男って感じよね。君君、そこで受付しないといけない。リューンはまだやで。こうやって歩いていけるんですね、普通に。
そのレッスンみたいな練習みたいな大きな木が道を塞いでいる、その星が取れるところ他にもあるんでしょきっと。ゴルフ診断所、ここのレッスンプロは一流のコーチなんだ。ショットを診断するか、はい、ショットを診断。おら見てみろ、ほら見せてやるぜ。どうよ、100点までやろ。君の飛距離は普通の甘波で、球筋はドローだね。低い弾道を打ち、ミートエリアが広く、ボールのブレは小さいよ。まだまだ飛距離が伸びる、コントロールの簡単な球筋だと言えるな。ラインの影響が強く、ショットタイミングは楽で、方向性はいいぞ。ラインの影響強いんや。なんなの、みんな同じカウンセリングしてくれんのこれ。レッスンプロに見てもらったら、スライスがフックに変わって飛距離が伸びた。君のボールはトップアーマーの飛距離だ。強いフックボールで弾道は高い方だね。ほうほう、競技会に出るならもっと飛距離が欲しいな。フックの曲がりは減らし、弾道を下げるべきだよ。そんなことできるんすか、そんなことができるんすか。診断してもらってるだけやから、そっから先どうやってやればいいの、その調整は。レベル上げながらやっていくってことなの。さっき聞いたんよ、さっき同じこと言われてんのよ。まあ、まあでも大事にしていかなあかん情報なんでしょうねこれ。ここはパームクラブで、行けない場所もあるって感じやね。そこもクラブで、ここも気が塞いでると。いや、まずはちびっこゴルフ広場のお片付けをやっぱちょっと頑張ってやりますか。あれ全部やらなあかんのかな。あのラフのやつがきついんすよ。いや、お前は空ええよ、お前は空ええ、時間無限にかけれっからさ、10秒がマジきついんやって。立つ位置で決めなあかんっていうレベルなんですよこれ。もう決めるっていう一発で、しゃあ一発で決めれない系はここでパッドにかけるっていうパターンですね。これ5秒、これで確実に決める。このパッドで決める。5ヤードぐらい。オッケー。落ち着いて。ちょっと弱い。これが一番やばい。跳ね返ったー。よいしょ、間に合ったか、間に合ったね。これも超弱くなる。ほんまクラブ変えなあかんすな、あの瞬間に。間に合え、よし間に合った。ふう、これぐらい打ってもいいと思う。こいつはそのショットが下手やのよ、ラフのショットが。ほらあかん、時間がない、最悪や、ミスりました。そう、最悪です。ラフの処理がほんま下手や。ラフ入ったらどうしようもないタイプのゴルファー。難しいね。だって距離を取らないと、しっかり距離打たないと。おい、全然打ててないよ、マジか。これ寄せないとダメよ。うわ、むっつー、これ
あんなんクラブ買えんの無理やからさ、間に合わないっすよ。マジで間に合わん。これでもう結構運ゲー。いや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 、きつ。いやー、ちょっともう一回だけ行かせて。全部行かなあかんすよこれ。ダッシュできた、ダッシュ。もうええって、流行れや。もうええって、自慢はええねん。ラフからやな、問題はラフからのショット。それぞれレベル上げてこないといけないかもしれないっすわ、マジで。フェアウェイからは多分問題ない。あと残り5秒ぐらいは絶対残さないと、パットの時間はない。残り3秒ですね。厳密に残りやっぱり4秒は残さないとパットの時間がないですね。バンカーの方が得意まであるな、マジで。バンカーやったらさ、もう間に合わへん。危険させろ。めっちゃイライラするこれ。もうええって、もうええって、お前もうええって。悔しい。よっしゃ。本当に自分の 手と同じようにこうクラブを操れないとダメや。クラブの交換とかもしっかりスムーズに。ここでもたつきたくない。パットのところが結構もたつくから。いや、結構オーバーした。 OKOK、 これでいいね。これでいい、これでいい、これでいい。入れた入れた入れた。ちょい強いかな、ちょい強いかな。いや、これでも弱いわ。よいしょ。全然弱い、これでも弱い。あと7メートル。よし。OK。フルショット。OK。これは距離あった。はい、OK。40ヤード80から90、これは大丈夫でしょ。おし、 OKOK、 寄せりゃいい、入らんでもいい。よしよしよし。ここ50から80、これが一番難しい。さあもう一回。弱ー、これは強い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 。ここやなー、マジで。ここもむずいね。これフルショットで大丈夫か。オッケー。ワンミスですね今んとこ。これや、めちゃくちゃミスるやつ。マジ飛ばんわこれ。2ミスどう。よっしゃー、やった、クリアいけた、なんとかいけた。
よし、ありがとうございます。飛距離行きましょう。刻むね、刻むね、飛距離ね。よし、まあじゃあ OK かな。次回こっから行きましょう。クラちゃん狙いで頑張りたいと思います。